さあ残り2周回、赤羽のホームに入っています。先頭8番の菊池武人、さあ先頭との距離を置いて、さあこのまま突っ張るか。4番の新山が早くも動いていきましたが、どうでしょうか。合わせて踏み上げて8番の菊池が4番の新山に抵抗しますが、さあ今の新山がさあ単独になりました。8番の菊池武人は2番手に収まりました。3番の吉田拓也3番手、6の和田家はちょっと遅れて4番手、さあ1番の清水が5番手から早くも仕掛けている。4コーナーから直線です。先頭は4番の新山恭平、新山先頭ですが、1番の清水のかわし、一気に前段叩き切りました。7番の山田の追走どうでしょうか。2番手少し離れて追っていく。さあ後方から2番の軍事のまくり、2コーナーからバックです。先頭はかわした1番の清水宏斗、清水の先行、2番の軍事のまくりが決まりそう。前段捉え切りそうです。続いて牙の和田まくる、神奈川の2人で切って、さあ4コーナーから直線です。一騎打ち、先頭は2番の郡司浩平、マーク牙の和田まくる、和田が詰めてどうか、抜いたか、牙の和田まくるか。さあこの清水宏斗が来ました。赤番のホーム、さあ清水来ますが、6番の磯島はどうでしょうか。さあ合わせて踏み上げますが、5番の清水がまず足を使って前に出ましたが、6番の磯島が突っ張りました。さあ突っ張って1番の新山追走、9番の和田健も慌てて追いかけて、さあジャンの3コーナーに入っています。先頭6番の磯島は制し、突っ張っての先行、1番の新山恭平2番手、さあ和田追い上げてきますが、5番の清水がさあ青森勢の3番手を取りました。3番の湯浅と規模の和田がこの後ろもつれましたが、3番の湯浅はしっかりと清水の後ろをキープ。さあ後方から今の近藤が攻めてきた。4番手から3番手、2コーナーからバックに入ります。さあここで1番の新山が番手まくりです。1番新山恭平番手まくり、乗って5番の清水宏斗、4番の近藤隆二は3番手に収まりました。あとは7番四京拓がまくり上げて3番手に接近、4コーナーから直線です。先頭番手まくり1番新山恭平、乗って5番清水宏斗、清水が抜け出してゴールです。2着かどうか、7番四京か、1番新山を踏ん張っています。ようやくレーサー残り2周回、赤羽のホームに入っています。先頭2番の中野真司、抑え込んで3番の山田秀明、山田が2番の中野また切って前に出ました。5番の吉田拓也はすっと中段の4番で乗っていきました。前々勝負は3番の山田秀明、さあ山田が前々行くか、しかし5番の吉田が内から出ていって、さあ先頭を取りました。これを2番の中野真司が巻き返してジャンの3コーナー、さあ5番の吉田もペースを上げている。2番の中野は中段の3番手まで来ました。ジャンの4コーナーから最終周回、さあ5番の吉田拓也前々行きますが、2番の中野真司前段叩き切りました。マーク7番内藤信彦ぴったりマークですが、さあ5番の吉田拓也どうでしょうか。2番手から3番手インコース、2コーナーからバックに入りました。先頭2番の中野真司叩き切って、7番内藤信彦2番手、5番の吉田は飛びついて3番手です。1番の神山拓也4番手の体勢で4コーナーから直線コースにあります。先頭2番の中野真司マーク1対7番内藤、5番の吉田も突っ込んできますが、2番中野真司押し切って30連勝です。勝ちました。今日も2番中野真司。どうでしょうか。様の菊池を抑え込んだ状態になっています。狙いはどうでしょうか。このまま抑え込んでかけるのか、軍事を切って3番の菊池の上がりを待つか。赤番の1コーナーに入っています。先頭6番の島田正也、1番の郡司浩平がさあ前に行くか、後ろから今の坂井優太が上昇して、6番の島田正也を叩いて4番の坂井が先制しました。さあこれを様の菊池武人が踏んでいって、ジャンの3コーナー、4番の坂井優太が前々に行って、さあ一気に3番の菊池が叩いて先行体制に入っています。しかし1番の郡司浩平俊敏にこの3番手に乗ってきました。レーサー最終周回、3番菊池は息のかまし、5番の池田隼人2番手ですが、郡司はもう3番手に入っています。2コーナーからバック、さあ早くも1番の郡司が3番手からスパートをまくっていきます。逃げる3番の菊池武人、3番手確保から1番の郡司浩平あっという間にまくり去っていきました。7番の和田幕が続いて、さあここマッチレースか、4コーナーから直線です。先頭1番の郡司浩平マーク7番の和田幕、和田がまたを差し切ってゴール、7番和田です。3着9番の三谷翔太突っ込んでいます。赤番のホームに入ってきています。先頭2番の清水宏斗、9番の郡司が3番手、7番の吉田拓也は1番の中野を抑え込んだ状態、中野は下げません。赤番の1コーナーです。さあ2番の清水が前々に動く、先頭は残っています。ジャメの2コーナーに入ってきました。中野はようやく下げて7番手ジャマイの2コーナーからさあペースは一気に上がってくる。先頭には清水宏斗、さあ清水が成り行き的にこのまま先行か。キーワの郡司浩平が絶好の3番手に乗っています。7番の吉田拓也5番手、さあ中野の巻き返しはどうか。現在中段レースは最終周回に入っていきます。先頭は2番の清水宏斗、清水の先行、1番中野の巻き返しですが、さあちょっと厳しいが現在4番手の外合わせる感じで3番の和田、そして9番の郡司が3番手バッから3コーナー入ります。逃げる2番の清水宏斗、2番手4番の三谷翔太、あとはどうか。7番の吉田がインをついてくる。外から9番の郡司浩平がスパート、うちをついて7番の吉田拓也直線コース、先頭は7番吉田拓也、吉田が踊れてました。先頭優勝のゴールです。2着3番の和田まくるです。7番3番のゴール